目から鱗で、うんうん、割と礼儀としてしっかりやろうとか、うんうん、先輩に対してとか、そういうのはなんかこう僕らのストリートのでも学べるようなことだけど、うんうんうん、そういう次元を超えてたところでなんていうかこう意味があるし、ね、影響があるんだっていうのを知った時にすごい、ね、度肝を抜かれました。だからなんか本当にしつけって体を美しくって感じで、うん、もう気の巡りを良くするために例えば姿勢の一つとか食べる時の挨拶の一つとかも全部あって、でそれはなんか人のためというよりもその人に本当に気がちゃんと巡ってくるっていう、うん、今のなんかマナーっていうのは人に失礼がないようにとかっていうように教えられるから、うんうんうん、まあどうでもいいかって思いたくもなるけど、うん、昔のそういう礼儀とかは自分にちゃんとこう気が巡ってきて自分がこう繋がっていけるっていうことをすごく教えてくれてたから、うん、だからすごい大切なことだ。だから本当にあの知らない人が多いから今の話また感動だった。ちゃんとお箸置きを置いてお茶碗とお味噌汁を置く、これは最低のルールで作ってほしいっていつもあの教室でねお伝えする。そのことは覚えておいてほしい。あとはさ少しわからなくてもいいけど、まあ最低これはだけがあったらいいっていうのが私たちにとってね、うちだったら玄米ご飯とお味噌汁だから、その2つの場所をきちっといつも作れるようにしておいてほしい。それが正規というかね、そう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 、うん、それがきっとその今ね聞いたお話と一緒だったからの感動した、うん、いや、ね、もう感動しましたどういやめちゃくちゃ感動しました急に笑いそうそうだなと思って途中で何回かなんか宇宙通信みたいな話してニコニコとかしてるから、ね、もう聞いてて、あそうだよなとか、なんかお話聞かせていただいたりとか、うん、自分で再度、うん、なんか箸置きの話とかもそうですけど、聞いた時に感動して、うん、神様の領域に話させてもらって取り寄せるような感じというか、そうなの、それを毎食にちゃんとやるっていうことで、ね、いつも神様が味方してくれてるというか、うんうん、まあ、神様という言い方ね今みんな嫌なのかもしれないけどさ、自分をこう応援してくれるとか、うん、ご先祖様とも繋がれるとかっていう、うん、何気ないことの暮らしの中の一つ一つにそういうことが見えるのでとてもあって、ね、それがなくなっちゃうと本当残念だし、なんかこう致命的なダメージをね、うん、そうそうそう、こう負うようなこともあるし、そう、なんかやっぱりちっちゃい時からそうやってなんとなく身につけてることをずっと自分でやってると知らず知らずにこう応援されてるから、困った時にちっちゃい時ってよく助けて神様とかさお先祖様お願いしますとかってよく子供の頃言ってたなと思うけど、それは多分そういうことを毎日の暮らしの中でやってるからその言葉が自然に出せるっていう感じだけど、今の子はもう分かんなくなったらもう終わりになっちゃうからさ、人もなんかね自分の経験なくなっちゃうしっていうところにもなんかお箸置き一つから繋がってるような気がして、だからなるべく嫌がられない程度にね、みんなにこの素敵さを素敵と思うの、そうですね、ね、ね、日本のなんかその食べるものと祈ることがとても一緒なのね、日本人は。だからそのなんかあの何かの神様に祈りなさいじゃなくて食べてることがもう祈ってることなんだっていうことが、今やっぱり食べるところがちょっとなくなってきてるような気がする。うん、そうですね。だからそこがイコールではないような感じは してきちゃいますよね、うんうん。食べてるものとかもあるかもしれないけど、そうそう、ファストフードを食べるときに、うん、まあ、同じように食べれば、うん、そういうふうな効果はあると思うし、影響もあると思うけど、なんかファストフードだしと思って、うんうん、なんかね、肘ついてなんか YouTube でも見ながら食べてるのと、うん、違うね、いただきますって言っていただくのはやっぱ違います、ね、うん、そうで逆にこれはすごくいいものだからって言ってなんかこうあぐらかいて食べてるのも違うような気がする、うんうん、どんなものもちゃんとやっぱり感謝して食べれるとか、ね、お母さんが作ってくれたものをちゃんといただくとか、なんかね、だから栄養のためにとか健康のためだけだと栄養があればいいし、うん、なんかごちそうさまをいただきますもなくてもいいかもしれないけど、うん、でも生きるっていうことがつながってくるとやっぱり誰が作ったかとかどうやって作られてきたかとか、ね、そういうこととか日本人が何を大切にしたかとか、なんかその日本人が大
祭りもそうだし、うん、ね、あのこれから夏を越すために祈るためにお祭りをしてみんなで歌を宴を上げながらでも祈ってたからさ、うん、そのなんかこう祈りが、うん、なんだろう、こう感謝とか、うんうん、そのごちそういただきます、うん、ありがたいっていう、うんうん、ありがとうございますっていうなんかそう感謝に、うん、つながってるような気がして、うんね、だからよく言われる言霊の一番強い言霊って、うん、ありがとうございますなんだよっていうじゃないですか。あれがなんかこうあのもっともっとみんながこう身近に感じて発動させて、うん、こうなんだろう、そういう言葉が溢れてるような、うん、仲間だったりとか、うん、文化だったりとかっていうふうになっていくと、うん、俺らはこう思ってる以上にその神さんたち の, その見えない世界の微生物たちだったり、そういうものたち の,、うん、あのいいエネルギーがいっぱい入ってくると思って、本当そうだよね、うん、そうありたいなと思って、一つでもなんかそのすごく残しているっていうのがいい気持ちで、こう、うん、そうそうそう、なんか結晶変わる、そうそうそう、こうやってね、こうやってありがとうっていうのと、うん、またやろうっていうのではなく、そうですね、実験行ったことありますよ。あ、本当、うんうんね、本当に全然違うんですよ。ありがとうの方が綺麗な結晶で、バカ野郎の方は結晶が崩れてるんだけど、うん、一番良くないのは、あの無視してる水は結晶の毛の字もできない。だから結局ご飯も瓶に入れて、うん、ありがとうって言って毎日声かけるのと、うん、毎日バカ野郎って声かけるのと、ほっとくのと、うん、だと一番早く腐るのはほっとくやつなの。そうなんですよ、ここ繋がったっすね、うん、人もそうっていう、そういうことです。僕らのね、体が 70% とか赤ちゃんだと 80% ぐらい水だから、やっぱり水に対して起こることは俺らの体に対しても起こっているから、うん、で俺はあ、これが言霊なんだと思って、あのその実験を行った時に、うんうん、あ、言霊ってあるっていうのが、うん、この実験で証明できたんだって、ね、それは20代前半ぐらいだったんですけど、そこからやっぱすごい意識して、それこそ三輪さんじゃないけど、口から宝石を出しなさいみたいな、うんうん、でもずっとそういう風にはできなかったし、うん、ギャーとか言ってる時もあったけど、うんうんうん、